1994年発売の初代スーパーゲームボーイには、通信ポートがありません。98年に発売されたスーパーゲームボーイ2でようやく通信ポートが搭載されましたが、それはね、日本国内のみでの発売で、流通数も1ほどじゃなくて、20年以上経った今では、入手性が悪いですね。価格も高めです。今回は、スーパーゲームボーイ1に通信ポートを増設するための準備として、動作クロックを初代ゲームボーイと同一にする改造を行います。なお、この方法はスーパーゲームボーイコマンダーという専用コントローラーの一部機能が動作しなくなったり、ステレオ音声出力の片方の音量が若干下がったりする不具合があります。そのため音楽制作には向きませんが、準備するべきパーツも比較的少なく、ポケモンの交換などには支障がないためご紹介します。まずスーパーゲームボーイ1と2の分解をご覧いただいています。基板に関しては一見似てますが、明確に違うのが前述の通信ポートの有無と CPU などが動作するためのクロック信号っていうのを作る推奨振動子とその発信回路です。右側のスーパーゲームボーイ2で黒いゲームボーイカートリッジスロット端子のすぐ下にある銀色の塊みたいなのが推奨振動子です。左の1にはこれがありません。2ではこの基板上の推奨振動子と発信回路がスーパーゲームボーイ2の、動作クロックを作り出していますが、スーパーゲームボーイ1ではそれらが省かれてて、必要なクロック信号はカートリッジ端子経由でスーパーファミコンの本体から供給されます。で、これが、この仕組みがね、間違いのもとでしたね。初代ゲームボーイに搭載された水晶クリスタルのクロック周波数は 4.194304MHz でしたが、スーパーゲームボーイ 1A、スーパーファミコンから供給されたクロックは 21.47727MHz。で、これをおそらくICD2-R っていうチップが載ってるんですけど、その内部で5分の1にして 4.295454MHz として使用されてます。で、ゲームボーイソフトは 4.194304MHz で動作する前提で作られてるので、4.295454MHz で動作させると、スピードが速くなって BGM とか SE のね音程が微妙に上がります。まあもちろん音だけじゃなくて動作スピードが全部速くなります。数字だけ比べると 2.4% というわずかな差なんですが、相互通信においては致命的だったみたいで、通信ポート自体が省かれる結果となりました。今中央に見えるクリスタル1、R1C18C19 あたりがスーパーゲームボーイ2に搭載された発信回路です。裏面には推奨振動子があります。ちなみにこの推奨は 20.97152MHz ということらしいです。特注みたいな感じですかね。で、初代ゲームボーイに搭載されている 1.194304MHz の5倍の周波数ってことですね。で、スーパーゲームボーイ1にもスーパーゲームボーイ2と同様に ICD2-R というチップが載っており、画面中央やや右寄りにある R1510K と書かれた部分がクロック信号を受け渡しをしている部分です。クロック信号のですね。スーパーファミコンからのクロック信号はスーパーファミコンのカートリッジ端子の1番から来てます。こちらのパーツが載ってない面を見たときに一番左下にある端子ですね。 ICD2-R に入ったクロック信号が5分の1にされて、こちらのスーパーゲームボーイ -CPU SGB-CPU の74ピンに入力されます。今回はその入力をカットして74ピンと73ピンに 4.194304MHz の推奨と発信回路を接続して動作クロックを初代ゲームボーイと同一にします。なおグランドは80ピンの横の四角いランド部分などに落とします。ハンダごてやもろもろ周辺の工具はさておき、ひとまずクロックを下げるために用意する電子部品はこれぐらいです。1メガオームのカーボン抵抗、これは4分の1ワットだったかな、で 4.194304MHz の推奨振動子、15から33ピコファラットぐらいの積層セラミックコンデンサーでいいのかな。で、あとユニバーサル基板の切れっぱしです。ピンに、さっきのねピンに乗せるための線はすんごい細いのを用意したんですけど、もうちょっとだけ太い方が良かったかもしれないです。ちょっとね切れやすいですね、この 0.26mm じゃない 0.26mm。
で、今更ですが、この4つはラインヘッドネジと言われる特殊なネジです。専用ドライバーが1本あるといいと思います。このね、黄色い持ち手の方です。で、先端を拡大してみたんですけど、使い古してて、もう、汚いです。磁石になってるんですけど、それでね、なんか鉄粉みたいなのがいっぱいついちゃってます。で、改造するにあたって回路図を書きました。ただまあ、ど素人なんで、その書き方の作法とかがよくわかってないです。自分で理解してるからまあいいか、みたいな。とりあえず動くので良しとします。パーツの配置と配線はこんな感じです。これ左側がパーツが乗ってる、まあ表側。で、右側のオレンジ色がつぶつぶになってる方が一応パーツが乗ってない裏側みたいな、ハンダ付けする側みたいな感じなんですが、この青い線っていうのは裏側でのそのハンダ付けとかの配線ですね。で、オレンジ色の線は、表面でこうビニール被覆したワイヤーでの配線ですね。で、それぞれ 2SGB CPU とかに入ってますけど、まあそっちまでこうワイヤーで伸ばしちゃうよっていうことです。で、これ、まあ大きい基板上で設計というかパソコンで作ってますけど、乗ればいいのでユニバーサル基板小さく切り出してください。パーツもそんな多くないんでランドが 4×8 ぐらいあれば配置できるんじゃないかなと思います。で、実物はこんな感じです。なるべく小さくしようとして、ちょっとパーツの配置を変えたりとかして、3×8 に収めてみたんですが、抵抗の足と水晶のこうボディがね、ボディ T 型でいいかわかんないけど、当たっちゃって、良くなさそうだったんで、ポリイミドテープっていうので絶縁してます。できてるのかわかんないですけど、多分できてると思います。で、この回路からスーパーゲームボーイの基板に渡すワイヤーは、まあ、なるべく細いワイヤー、さっき見せましたけどね、見せます。で、ハンダ付けする場所は非常に小さいんです。で、あんまり、クロック信号を引き回すのも良くないんで、長さ5センチ以下とか、なるべく短く、本当は直結するぐらいの方がいいんですけど、短くしてください。で、作った回路からのワイヤーを、スーパーゲームボーイの SGB CPU っていうチップのね、73ピンと4ピンのこの基板にある、そのピンを持ち上げて取り付ける拡大画像ですね。その部分の拡大画像です。正直難所です。難しいです。74ピンと73ピンを浮かせないといけません。特に74ピンはそのままだと別のクロック信号、スーパーファミコンから来てるクロック信号ですね。もう入力されちゃうんで、確実に行う必要があります。確実な方法は、待ち針をね、使うことです。待ち針。押さえ方で使うやつ。マイナスドライバーだと力が入りすぎて、最悪ね、ピンを折ってしまいますね。というか私は見事に折りました。はい。一ピンごとに慎重に行って基板から浮かせてください。で、多分ですけど、右のピン、74ピンだけ浮かせりゃいいんじゃないかなって気もします。73ピンはね、多分どこにも繋がってないですよね。で、このね、根元、石ってなんだ、チップのこの黒い、今、ところ、矢印のあたりなんですけど、の根元に、待ち針で、こう、テンションをちょっとかける。上に持ち上げる。テコの原理でね。で、その状態で、こう、ピンの先端、今もう写真で浮いてますけど、この同時に、このハンダ小手先でピンの先端を熱すると。そうするとうまくテンションかかってれば割とね一瞬でピンが浮きます。で変に近入れすぎるとまあ怪我もするしまあピン折っちゃったりまあ待ち針でピン折ることはないと思うけど待ち針の方が細いぐらいなんでまあ変に近入れすぎないようにしましょう。ちょっと引きの絵ですねこれは。でこれいよいよ配線です。これもね難しいです。こっちの方がひょっとしたら難しいかもしれない。こんな感じなんですけどね。でちょうどいいとこに穴が開いてるんでワイヤーを通してください。で先ほどね浮かせたパッドに、ピンがハンダ付けされないように気をつけて作業してください。74の方はね、クロック信号が来てるんで、2つ混ざっちゃう形なんですよね。多分それだと動作しないので。で、私が持ってるね、ハンダごてはね、小手先がね、かなりでかくて、ちょっと難しかったんですよ。なので、テープでこうやって、さっきも例に出しましたけど、テープで、固定してね、ワイヤーを、それでちょちょっと付けました。こういうやつです、ポリイミドテープ。熱に強い、500度ぐらいまで耐えられるんですよね。で、あとで考えたんですけど、さらに慎重に行くなら、このピンをね、浮かせたピンとパッドの間に、ポリイミドテープを貼って、で、その上にワイヤーを当てて、で、上からまたポリイミドで固定して、ハンダ付けするっていうのをやると、下にも絶対にハンダ付けされないし、まあ、ワイヤーも動かないしっていうんでいいんじゃないかなと。ただ、左右はすごく近いんで、そこだけはちょっとね、まあ、難しいですけど。で、まあ、ともかく、ハンダ付けができた状態がこれですと。まあ、黒の跡がね、見えますよね。手が汚いですよね。お恥ずかしい限りです。なんか、ちっちゃい綿ぼこりみたいについてるしね。毛ぼこりみたいな。多分、綿棒の毛ですね。この後、アルコールでね、茶色い汚れを少し落としました。で、取り付け位置と発信回路の距離感はこんな感じです。上の方の黒いワイヤーは、グランドをね、別配線でもう一個落としてみただけで特に意味はないです。全体像はこんな感じです。
で裏返してケースに収めます。ちょうどいいスペースがねあるんですよ。ユニバーサル基板を 3×8 とかのサイズにしたのはこういう理由ですね。でカートリッジケースに収めてネジを締めて動作チェックを行います。映像的には省いてますけどテスターでのチェックもしてます。で動作チェックの概要です。動作チェックを兼ねて動作スピードの比較映像を作成しました。無改造と改造済みの2つのスーパーゲームボーイの映像をそれぞれキャプチャー、波形編集ソフトでその2つの映像を読み込ませて並べて再生しました。1、無改造スーパーゲームボーイのキャプチャー映像。2、改造済みスーパーゲームボーイのキャプチャー映像。3、2つの音声波形同時再生映像。これらの3つの映像を合成し、音声は1と2が混ざった状態になってるんで3を鳴らします。ちょっと分かりづらいかもしれませんが言葉だとね。チェック手順です。自作 PC に、GVUSB2 っていうキャプチャーケーブルみたいなのを接続しました。で、スーパーファミコンの映像と音声を入力しました。で配信ソフト、まあ録画もできるんですけど、で、OBS スタジオっていうのに、無改造と改造済み2つのスーパーゲームボーイを、まあ1回ずつですけどね、それぞれ別で、キャプチャーしました。まあ間違えてちょっとフレームレートを低くしちゃったんですけど。で、音声波形ソフトのオーダーシティにそのそれぞれね映像を読み込ませて、音声の波形とスペクトログラムっていうのを表示しました。で、スーパーゲームボーイの起動音を波形のスタート位置として合わせました、ね。2つを別々にキャプチャーしたんで、それを合わせるために、スタート位置を合わせるために、そういう風に起動音で合わせました。で、オーダーシティのウィンドウをまた改めて OBS でキャプチャー。今度は 60fps で一応キャプチャーしました。はい。で、映像編集ソフトのショートカットでいいのかな、これね。で、3つの映像を合成しましたよと。スーパーゲームボーイの無改造のと改造済みのと、あとはそれぞれの音声波形。この3つの映像をね、合成しましたと。スーパーゲームボーイ起動とテトリスオープニングタイトルからデモ画面終了までの比較です。スーパーゲームボーイ特有のチップの動作からそのゲームボーイのチップに切り替わってからは、もうスピードが変わってますね。テトリスの、メニュー画面での音楽の速さ確認です。
チェック終わります。